皆さんこんにちは、みかんくるです。今回はこちらの洗顔用のヘアバンドの作り方をご紹介いたします。材料です。今回使用するのはエッグプラムさんからご提供いただきました、こちらのアラビカという糸です。糸の詳しい情報につきましては画面右上のアイマーク、そして概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご参考ください。その他にハサミ、とじ針、かぎ針は5ミリ8号のものを使用していきます。まずはじめに鎖編みの作り目を8目編んでいきます。作り目にする鎖編みはゆったりめに編むようにします。1、2、3、4、5、6、7、8目鎖編みが編めたら、もう一目鎖編みを編んで立ち上げます。8番目の鎖編みの裏山に針を通して、細編みを1回編みます。次の目からも順番にすべての裏山に細編みを1回ずつ編んでいきます。すべての裏山に細編みを1回ずつ全部で8目編めたら、次に鎖編み1目を編んで立ち上げます。編み地を裏返して、すぐ根元の目から順番にまた反対側に向かって1目に1回ずつ細編みを編んでいきます。3、4、5、6、7、8、また鎖編み1目を編んで立ち上げたら、編み地を裏向きにひっくり返します。まずすぐ根元の初めの目に細編みを1回編みます。次の目は1段下に下がったところに針を入れて、ここに同じように細編みを編みます。糸をしっかりと上に引っ張り上げてから細編みを1回、次の目にはまた普通に細編みを1回編みます。次の目には2つ目で下のと同じように1段下に針を通して、ここに大きめの細編みを1個編みます。次の目にはまた小さい細編みを1回、
次の目には1段下がったところに針を通して大きな細編みを1回編みます。ここまで編めたら最後に2目が残りましたが、この2目にはそれぞれ小さな細編みを1回ずつ編みます。次に鎖編み1目を編んで立ち上げたら、編み地を裏向きにひっくり返します。まず初めの目には小さな細編みを1回、次の目は先ほどしたのと同じように1段下がったところに針を通して大きな細編みを1回編みます。次の目には小さな細編みを1回、次の目には1段下がったところに針を通して大きな細編みを1回編みます。次の目には小さな細編みを1回、次の目には1段下がったところに針を通して大きな細編みを1回編みます。最後に2目余ったところには先ほど3段目でしたのと同じようにそれぞれ小さな細編みを1回ずつ編みます。これで4段目が出来上がりました。大きな細編みが3段目とは重ならずに交互になるように入っています。次に鎖編み1目を編んで立ち上げたら、また編み地を裏向きにひっくり返して3段目と同じ編み方をしていきます。1つ目の細編みを編んだら、次の目は1段下がったところに針を通してちょうど3段目の上に同じ形になるように大きな細編みを1回編みます。次の目には小さな細編みを1回、次の目には1段下がったところに針を通して大きな細編みを1回、次の目には小さな細編みを1回、次の目には1段下がったところに針を通して大きな細編みを1回編みます。最後の2目にはそれぞれ小さな細編みを1回ずつ編みます。これで5段目が編み終わりました。この後も同じ編み方を繰り返しながら全部で66段まで編んでいきます。同じように繰り返しながら66段目まで編み進めてみてください。同じ編み方を繰り返しながら66段目までが編み終わったところです。編み目の数え方ですが、一番初めに大きな細編みを編んだのが3段目になりますので、ここから数えていきます。3斜めに行って次の大きな細編みがあるのが4段目です。3、4、5、6、7、8、9、
10とこのように数えていきますが、ここから先はもう少し簡単に2、4、6、や、20、2、4、6、や、30、2、4、6、や、40、2、4、6、や、50、2、4、6、や、60、2、4、6、これで66段になります。ここまで編めたら、糸を少し長めに30センチから40センチほど残したところでカットします。次に編み地をこのように半分に畳みます。編み始めの面と編み終わりの面もそれぞれ半分に折りたたみます。これをそれぞれ噛み合わせるようにして、このように重ね合わせたら、編み終わりの糸端を使って閉じていきます。4枚がしっかりとつなぎ合わさったら、これを裏向きにひっくり返します。これで洗顔用のヘアバンドの完成になります。今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。